守るるための溶撃機の機使用である各弾頭搭載可能なソ連の爆撃機の脅威に関しては、すでに1955年には認識されており、運用要求 F155 は超音速溶撃機を1962年に運用開始することを計画したものであったが、1957年のイギリス防衛白書によって計画が中止された。この白書は、 防衛予算の大幅見直しを行い、大陸間弾道弾との戦略的脅威と高校度爆撃機が低空侵攻攻撃機に置き換えられるとし、それに対応できないとして、ほとんど全ての有人戦闘機の開発がキャンセルされた。F155 が出された時点で現役にあった、グロスター・ジャベリン全天候戦闘機1950年代前半、イギリス空軍に、 前線防衛任務は、グロスターミーティアから、グロスタージャベリン全転向戦闘機へ引き継がれ、さらに近い将来に、新しい溶撃機が導入される予定であった。これらには、イングリッシュエレクトリックライトニングや、開発中のサンダースロー SR-177 が、含まれていた。ライトニングは、従来型のジェットエンジン機であったが、 SR-177 は高速と高高度性能を得るためにジェットエンジンとロケットエンジンを組み合わせた複合動力機であった。開発期間の長さを考え、1961年に運用開始が予定されていたカナダのアブロカナダ CF-105 の採用も検討していた。運用要求 F155 では以下の仕様を満たすことが要求された。 軍事省は、機体とミサイルは一つの武器システム、すなわち両者は一体のものとなるよう明確に要求した。武器に関する運用要求は、別途は1131として提示された。運用要求は、1131では2種類のミサイルが指定された。ブルーベスタは、同社のファイアストリークミサイルの改良版の赤外線、誘導ミサイルで、 重量 150kg 後方からの攻撃に対応していた。計画途中で、ブルーベスタは、さらなる発展版である、ブルージェイマーク4ミサイルに置き換えられることとなった。母機の開発は中止されたが、ブルージェイマーク4の開発は続けられ、後にレッドトップとして実戦配備された。レッドヒーブは、重量が 600kg 近くあったが、レーダー誘導であるため、 標的に対して正面攻撃を含む全方向から攻撃可能であった。さらにはレッドヒーブミサイルの縮小版も考慮された。イギリスの航空機メーカーのほとんどが要求に対するそれぞれの試作案を提出した。同時にエンジンメーカーに対しても必要な新エンジンの設計が推奨された。この新エンジンにはデハビランドジャイロンとロールズ、 ロイス RB106 が含まれる。サンダースローは P187 を提案した。これは複合エンジン溶撃機である SR53 と SR177 の発展版である。航空ではジェットエンジンの効率が低下するが、それをロケットで補うことにより、加速性能と高高度性能を得ていた。サンダースローは 赤外線誘導ミサイルとレーダー誘導ミサイルを2発ずつ搭載し、かつ必要とされる燃料搭載量から、大型の機体が必要と判断した。未来的な流線型のデザインが採用された。ジャイロンエンジン2機により、水力3万5千ポンドへ、さらにデハビランドスペクターロケットエンジン4機が加わり、高度7万6千フィートにおいて、最高速度マッハ2.5を予定した。 しかし、SR-177 の3倍に達する9万8000ポンドの重量、84フィートの全長は、課題に過ぎると判断された。フェアリー FD3。成功した、実験機、デルタ2からの派生機フェアリーアビエーションは、実験機、デルタ2での経験をもとに提案を行った。最初の案では既存の FD2 をベースとする、単発エンジンの機体であり、 これは輸出用としての可能性はあったものの F155 の要求は満たさなかった。その後、要求を満たすために大型の総発エンジン搭載機が設計されデルタ3として知られることになった。この機体の戦闘爆撃機型も考慮された。ブリストルオリンパス 21R エンジンと腹部の大型ドロップタンクにより低高度での行動範囲を広げることとなっていた。 他の数社と同様、フェアリーも重いレーダー誘導のレッドヒーブを含む4発のミサイルを搭載することは厄介であり、このためミサイル搭載を2発とする案を提出した。また、FD2 及び FD3 をもとに、デハビランドのロケットエンジンを合わせて搭載する複合動力機も考慮された。ホーカー P1103 社内ソアンホーカーエアクラフト社は、 非常に小型の P1103 を提案した。単発ではあるが、強力な水力2 5000ポンド発展型、ジャイロンエンジンを搭載する予定であった。他に、ロールスロイス RB122、アームストロングシドレー P173、さらには、カナダ製のオレンダイ6オイも検討された。中翼のナッセルに2機の脱着型ロケットブースターを装備し、 3.7分のブーストを可能にした。アームストロング・ホイットワース・オータム・ウィンター169。アームストロング・ホイットワースは、オータム・ウィンター169を提案した。カミソリのように薄い直線翼に、デハビランド・ジャイロン・ジュニアエンジンを2機装備し、胴体下部には、ロケットエンジンを装備した。翌端に2発のミサイルが装着可能であった。 ビッカースワームストロングタイプ559ビッカースワームストロングのタイプ559はカナード翼デザインであった上下2機のアフターバーナー付きジャイロンエンジン用に操縦席仮面に巨大な空気取り入れ口を設けたジェットエンジンの両側面ちょうど主翼の高さにスペクタージュニアロケットエンジンが装備された垂直尾翼は主翼両端に設けられた 2本のレッドヒーブミサイル、または、ブルージェイミサイルが、胴体上側、カナードと主翼の中間部に装着可能であった。機体設計、開発リスク、設計チームの能力とメーカーの負担を考慮した結果、オータムウィンター169と、デルタ3が最良と判断された。この両機は引き続き開発が続けられることとなったが、その年の終わりまでに、 トータムウィンター169は脱落し、デルタ3が最終的に残った。しかしながら、翌年4月、1957年度国防白書によって、ほとんど全ての有人戦闘機の計画が中止された。出展、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 一般的な特性性のオブソありがとうございます。